それでは早速みんなでチョコ作りだ。みんなで美味しいチョコを作ろう。頑張ろうね、怪盗さん。うん、そうだね。でもその前にチョコタ君はいっぱい泣いて疲れちゃったみたいだから、チョコができるまでゆっくりさせてあげるのはどうかな。確かにそうだな。それじゃあすまないが、チョコタを連れて行ってもらえないか。うん、じゃあ一緒に行こうか。チョコタ君大丈夫か、歩けるか。それじゃあみんな、チョコタ君とバイバイしよう。また後で会おうね。つかさ君、どうするつもりなんだろう。心配だけど、ちょっとワクワクするな。それでは改めて、みんなでチョコ作りだ。頑張ろうね。おお。それじゃあチョコをたくさん食べるのに、作り方は全然知らない怪盗さんにチョコの作り方を教えてあげよう。まずは何から始めるんだったかな。はい、そこの手を挙げてる子。そうだね、いろんなチョコがあるからそこから選んでいこう。なるほど。うん、ずいぶん種類があるようだが、どのチョコにすればいいんだ。僕はビターもいいと思うんだよね。で、どうする。待て待て、全部入れるわけにもいかんのだ。じっくり選ぶぞ。はい。ならばこのチョコにしよう。チョコタの色によく似ているからな。じゃあミルクチョコレートだね。優しい甘さですっごく美味しいよね。それじゃあこれをどんな形にしていこうか。みんな、いいアイディアはあるかな。お、みんないいアイディア出すね。どっちがいいかな。ねえ先輩、チョコタ君の形のチョコはさすがに作れないよね。そうだな、一からデザインをするのは時間稼ぎにはいいが、ショーとしての間が持たんとなると、無難にハート型が良さそうだが、いや、チョコタはここのマスコットキャラクターだ。ということはその方も探せば。あった。おお、さすが先輩。よし、おほん。今まで俺とチョコタは会えば喧嘩ばかりしていた。あいつはいつも俺がチョコを食べようとすると邪魔をしてくるからな。だが今日はあいつのおかげで俺が知らないチョコの価値を知ることができた。感謝している。そこで今回作るチョコはチョコタの形にして仲直りの証にしようと思う。それすっごくいいと思うよ、怪盗さん。うん、それではチョコタのチョコを作るとするか。みんな、形を決めたら次は何をするんだったかな。湯煎が終わったら型に入れ、冷やしてトッピングをして、それで終了だ。あまり引き伸ばすとショーとして違和感を持たせてしまうことになるが、チョコタは秋とは間に合うか。落ち着きましたか。
ああ、俺は、あの怪盗役の、まあ、知り合いっす。まあ、大丈夫じゃないっすか。あの人、こんぐらいで怒るような人間じゃないと思うんで。それより、ショーの方に戻れそうですか？できれば全員で終わりにしたいみたいだったんで。戻れそうなら戻ってもらえたらありがたいっつうか。どうしたんすか？は？浜野さんには何やら事情がありそうなんだが、それでもショーを続けたくはあるようでな。何かあったんですか？急に泣き出したり苦しそうにしたりしてますけど、それでもステージには立ちたそうですし、もしかしたらなんか辛いことがあったんじゃないですか？なるほど、そうだったんすね。とは言ってるが、顔色も良くねえし、涙も止まってねえな。あぶね。大丈夫っすけど、あんた、やっぱり出るのは難しいんじゃないっすか？あんたにとっては、些細なことじゃないんじゃないっすか？俺も、ステージに立つ側の人間なんで、その気持ちはわかりますよ。ただ、気持ちはそう簡単に切り離せないんすよね。責任感とか使命感だけじゃ、どうにもなんねえ時もありますし。でも、これは、俺がそうだったってだけなんで、アドバイスになるかわかんねえっすけど。仲間がいると、最悪な気分の時も、いい歌が歌えるんすよね。今回でいや、あの怪盗っすね。あいつ、ずっと気にかけてましたから。泣いてたあんたも、笑顔で終われるようにしたいって。だからまあ、今だけ、同じステージに立つ奴の力借りる気持ちであれば、ちょっとはうまくいくかもしれませんよ。まずい。
そんじゃやっぱりあんたがチョコタ役だな。